胸ぐらをつかまれて強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまった予報通りの雨にお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつくいつも口喧嘩さえうまくできない癖してさえない冗談言うなよあまりのつまらなさに目が潤んだ何度も青あざだらけで涙を流して流して不安定な心を肩に預け合いながら腐りきったバッドエンドに抗うなぜだろう喜びよりも心地よい痛みずっしりと響いて濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合って笑う土砂降りの夜に誓う反撃のパンチを繰り出すくらいじゃなきゃお前の隣には立てないから相手が何であれ日和らない何度乗されても諦めない忘れるな忘れるなと言い聞かせ続けたのにああ傘はいらないから言葉を一つくれないかぬるい優しさではなく弱音に侵された胸の奥をえくるような言葉を何度も青あざだらけで流して流して不安定な心を肩に預け合いながら腐りきったバッドエンドに抗うなぜだろう喜びよりも心地よい痛みずっしりと響いて濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合って笑う土砂降りの夜に囚われの日々に問いかけるように光ったが瞳の中で誓うカバーしたのはヒゲダンオフィシャルヒゲダンディズムさんの Cry Baby という曲をカバーしました。いかがだったでしょうか。今回言いたいのは今回お伝えしたいのは3つ3点です。3点です。1つ目はいい曲いい曲ですね。めちゃくちゃのアバンギャルドなちょっと展開がある曲ではあるんですが、 いい曲ですね。アレンジも本当によく練られていて素晴らしい曲です。そして2つ目言いたいこと、2つ目はですね、弾き語りでやるような曲じゃない気がしますはっきり言って、これはまあ僕自分でやっておいてなんなんですが、これね、歌に全集中したい曲ですね。歌に全集中した方がいい気がします。これまあね、カバーする方はあのカラオケでとか、まあ、誰かに弾いてもらってください。いや、わかんないけどこれご本人はあれですよね、多分弾きながら歌ってんのかな、ライブとかでは。いや、超絶超人ですね。いや、あのこれ歌だけでもね、すごい難しい曲ですし、
ピアノもね、これコードの展開もかなり僕にとっては結構難しい展開の曲だったんで、まあでも、まあ、面白い曲ですね。素晴らしい。はい、もうカバーされる方は、ね、誰かに弾いてもらおう。はい、そして3つ目は、これ原曲キーで無理やり歌う必要はないと思います。はい、原曲キーで無理やり歌う必要はないと思います。あのこれね、これも自分でやっておいてなんなんですけども、あのキーがねものすごい高いんで、無理せずね、自分に合ったキーでカバーされたらいいんじゃないかなと思います。もちろんね、あのこれ、まあ、試しに今回僕もあの原曲のキーでやってみたんですが、これねもう弾き語り特にあの死にそうになりますんで、あのね、自分に合ったキーでやられたらいいんじゃないかなっていう気はします。まあ、あのよく僕あのボイストレーナーもねやらせてもらってるので、よくあの相談されることがあるんですが、キーというのはもちろんね楽曲が一番生きるキー、音のね高さ、まあ簡単に言うとあるんですが、とはいえですね、あの歌いづらいキーで歌うとやっぱちょっと聞きづらいとかね、まあ気持ちよく歌えないとかあると思うんで、まあ、基本的には自分にご自分にね合うキーで歌えばいいんじゃないかなというふうに僕は思います。まあもちろんね、ただあの鍛えれば、高い声っていうのは基本的にはまあ誰でもね高い音っていうのは出るようになるので、まあどうしても原曲キーで歌いたいっていう方はもちろんね努力して出るようにするっていうのはもちろんオーライだと思いますが、基本的には自分が歌いやすいキーで歌いましょう。音楽ですからね、歌ですから気持ちよく歌えた方がいいんじゃないかなと思います。ちなみにこれアバンギャルドな展開という話をしましたが、これどういったことかというと、このサビの中で転調するというね、あんまりない展開、昔で言うとあの小室哲哉さん、まあまあわからない人もいるかもしれませんが、よく使っていた手法ではあるんですが、まあでも珍しい展開です。例えば超例えばなんですけど、まあサビで言うとね、これあくまで例えばですよ、例えば1番のサビが、何度も青あざだらけで涙を流して不安定な子心を肩に預け合いながら、腐りきったバッドエンドに抗う、なぜだろう喜びよりも心地よいみたいなね。これちなみに原曲と違うんですが、これは転調しない場合ですね。今ちょっとざっくりですけど、ちょっとやってみます。これ原曲オリジナルがどうなってるかというと、何度も青あざだらけで涙を流して不安定な心を肩に預け合いながら、腐りきったバッドエンドに抗う、なぜだろうというふうになっているんですね。これ違いわかりますか？これは転調しているバージョンなんですけども、まあこれね、理論的なこととかあの詳しい方以外は特に気にする必要はないんですが、一言で言うとすげえアバンギャルドなことをやっているということです。特にね、なんかちょっと不思議だなと思いますけど、あの成立してるんでね、素晴らしいです。はい、さあということで、今回はヒゲダンの Cry Baby を弾き語りでちょっと原曲キーで無理やりカバーしてみました。いかがだったでしょうか。またね、ちょっとカバー動画上げていきますので、よかったらあのこういう曲やってほしいとか、こんなことやってほしいというのがもしあればコメント欄に書いてくれると嬉しいです。またちょっとね、見ていただいている方が楽しめるようなカバー曲とかコンテンツ情報をお伝えしたいなと思っています。よかったらチャンネル登録もしてみてください。以上です。ヨヘナカマルでした。また会いましょう。オーライ、バイバイ。